はい、皆さんこんにちは、ひさです。皆さん、株の調子はいかがでしょうか。あの驚異的な大暴落から1ヶ月が経ちました。1ヶ月が経って、日本株なんですけども、だいぶと戻してきてます。買われる商品によっては、3分の1戻ってきたり、半分戻ってきたり、いろいろかなって思ったりしますけども、皆さんいかがでしょうか。はい、今回なんですけども、その大暴落から考える教訓ということでお話をしたいと思うんですけども、まあ、変な投機筋のお金が日本株とかアメリカの株、半導体の方にすごい流れてたと思うんですよ。その投機筋のお金が出ていった。で、今は健全な資金が流入しているような状態ではないかなって思ったんですよ。なのでこれからですよ。これからがこう進化を問われる時、日本もね、アメリカも大暴落がありましたけども、まあ、これはね、自然な流れかなって思ったりします。で、まあ、もう一つ言えることはね、この動画は初心者に向けて発信するんですけども、こういった大暴落が時々起きますから、こういった暴落っていうのに慣れることが必要かなって思ったりします。はい、それとですね、この大暴落で何かあったらこれぐらいの金額が一気に落ちる、今回完全にね、もう分析できると思うんですよ。こういった経験を次の投資につなげるようにしたいかなって思ってします。前兆みたいなのがあったりすると思うんですよ。大暴落が起きる前に上がり下がりがすごい激しかったり、そういったのが今回の特徴かなって思ったりします。今やってるやつがだいたい4割ぐらい回復したんですよ。だから今が健全な基準価格になってるとするならば、それをねベースに考えていけばいいと思うんですよ。過去にも何度かあったと思うんですよ。その一般の人たちのパニック売りとは違う投機筋の駆け引きの金額ですよ。そういったことを見極めて、自分の中の下げ幅っていうのをしっかりと、ね、シミュレーションすると絶対にビビらないと思います。安全な資産もありますので、安全な債券、そしてダイレクトにヒットする株、このね2つ、最低でもこの2つ分散投資することが必要かなって思います。はい、ということでね、今日は今後の対策で今回の大暴落の傾向っていうのをちょっと考えてみました。この動画は初心者向けに制作してありますので、初心者の方、この動画を見ていただいて、いろいろとね、参考にしていただければいいかなって思います。はい、ということで、バロックチャンネル、いろいろアップしていきますので、皆さん、よければチャンネル登録もよろしくお願いします。失礼しました。